皆さんこんにちは、歴戦2コースの川原です。では2019鑑定理論演習対策講座講義編、1回目を行っていきます。鑑定理論は論文式試験においきましては、出題形式が、教養科目と同じように記述をしていく論文と、あとは計算をしていく演習という形で、出題形式が分かれてきます。でこの演習対策講座というのは名前の通り、この演習問題の対策を行っていく講座ですね。講義編が6回、当練編が2回ということになってきます。で、演習ですね、どういったこれ科目内容なのかと言いますと、演習というのは基準留意事項の理解を前提とした上で、それを具体的な事例に当てはめて電卓を使って計算をしていく計算問題ということになってきます。演習というのは基準留意事項の理解を前提とした上で、それを具体的な事例に当てはめて電卓を使って計算をしていく計算問題ということになってきます。では、本試験問題を、具体的に見まして確認をしていきます。この収録している時点で直近の本試験問題が平成29年度の本試験問題ですので、そちらを使って確認していきます。国土交通省のホームページにもデータがアップされてますので、皆さんも確認することができるんですが、これそれをね、そのデータを打ち出してきた、これ平成29年度の演習問題ということになってきます。実際も A4 版の、本試験問題ということになってきます。でちょっと拡大していきますと、平成29年度の論文本試験の問題です。演習問題ですね。演習問題です。本試験論文本試験3日間あるんですけど、演習は最終日3日目の午後の科目ですね。午後1時半から3時半、2時間で解いていく問題です。100点満点で配点がされています。では、注意事項をちょっと見ていきましょうね。では注意事項の縦、じゃあ3のところですね、こちら読んでいきます。問題用紙は表紙を含めて21ページ、20ページから21ページの白地は計算用紙で立っています。表紙と計算用紙2ページを除いた、18ページほどが問題文として与えられているんだということになっています。かなり大量ですよね。こうペラーっとめくっていきますと、大量の問題文が示されています。論文の方ですね、記述をしていく論文の方は、A4 版なんですけど、横書きで、ペラ1枚です。記述をしていく論文の方の本試験問題は A4 版の横書きで、で表紙とペラってめくりまして問題文があるという形で、問題用紙は、たった1ページです。それと比べますと演習というのは、20ページ近く、かなり分量が多い、そういった特色があるということになってきます。さらに回答用紙ですね、縦3、2行目。回答用紙は表紙を含めて11ページと平成29年度では与えられていました。表紙を除くと10ページも回答用紙があります。やはり対比的に記述をしていく論文式試験の方は、論文の方は、問題1問について、1ページあたり25行の回答用紙が2ページですね。問題1問について1ページあたり25行の回答用紙が2ページで、それで問題2問出ますので、かける2セットということですね。問題用紙回答用紙4ページ分が論文の方ですと与えられるということになってきます。で一方で演習の方は、10ページも回答用紙が与えられる、回答用紙もかなりの分量になっています。でこちらが平成29年度の本試験問題の回答用紙をレックでこう再現したものになってきます。B4 版で、この横書きの B4 版です。で1ページ目から10ページ目まであります。でまず特徴としましては、回答用紙に、項目があらかじめ印刷されています。回答すべき事柄があらかじめ項目立て、問1ですと対象不動産の晒しとしての最有効者の判定という形で、あらかじめ回答用紙に項目が示されているということになってきます。論文式試験の方は、白地ですね、50行です。特に項目とかは印刷されていません。であとは例えば、ページ数で、では、3ページほど、3ページに行きますと、やっぱり問3という形で項目立て、求めるべき価格の種類という形で示されているんですけど、で、
回答するスペースが行数があらかじめ制限されています。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 行ですね。問い3については15行の行数が与えられています。つまり15行以上は当たり前ですけどこれ回答することができません。行数制限が、なされているんだということになってきます。論文の方は、白地50ページで、あ、50行で、で、例えば、小問の1から小問の3という形で問題が出た場合には、自分でどれぐらいの行数を書いていくのか、小問間のバランスですね。それは自分で判断していく必要があります。小問1、2、3ですね。別に行数の制限は示されていませんので、自分で何行ぐらい書いていくのか、自分で判断していく必要があります。上限はないということですね。一方で、演習の方ですと、それぞれの問題ごとに記述すべき行数の上限が示される行数制限が課せられているんだということになってきます。あとは特色としましては、では4ページですね、計算を行っていくんですけど、計算式があらかじめこう穴埋めの形で回答用紙に示されています。まあ、これ取引事例加工の計算式なんですけど、でこの穴埋めに大量の問題文から必要な数値を探し出してこう代入をして計算をしていく、そういった処理が必要になってきます。でさらには、この平成29年度の本試験問題はDCA 法が本試験で出されたんですね。でそのキャッシュフロー表ですね、純収益の現在価値の相和の査定表、キャッシュフロー表があらかじめやっぱり回答用紙に掲載されています。でいくつかもあらかじめ数値が代入されていて、この代入されていないところにぜーっと、ね、自分でこの回答用紙に、ね、穴を埋めていかなきゃな、これ大変な難しい問題だったんです。こういったキャッシュフロー表なんかもあらかじめ回答用紙に印刷されている、こういったものが演習問題の回答用紙の特徴ということになってきます。まあ、特有のね、専門の専用の回答用紙が演習ですとあるんだということになってきます。で、演習なんですけど、特に高度な計算は不要です。微分とか積分とかそういった高度な計算はね、出ません。まあ、単純に言うと足し算引き算割り算掛け算ですね、まあ、そういった単純な処理です。ただ計算に使うべき数値を20ページ近くの大量の問題文だから探し出す必要があるということですね。これが演習問題の大変なところです。大量の問題文の中から計算で使うべき数値を抽出選び出す必要があるということ。なので演習を解く上でのポイントは大量の演習問題の読み込みに慣れるということです。やっぱりこうチェックすべきポイントがありますので、繰り返し演習問題解いていくことによってその問題文に慣れて効率的に数値を探し出せるようにするということですね。それが演習問題ですと一つこれポイントになってきます。で演習というのは、数字を使っていきますので、特に鑑定評価の手法の理解が促進されます。手法というのはこう数字を使った方が理解しやすいんですね。なので演習で数字を使って手法の適用過程を学ぶことが、これ論文対策、記述の方の論文対策にもつながってきます。なので演習と論文というのはこう相乗効果で、論文の理解を演習に生かすとともに演習で数字を使って手法の適用過程、論文の理解の方に役立てるということですね。相乗効果を狙ってそれぞれリンクさせて学習を進めていくようにしてください。はい、では講義編です。全6回になってくるんですけど、学ぶべき内容は、こちらの演習対策テキストを使いまして、2019年度の鑑定の演習対策テキストを使いまして、まずはそうですね、価格を求める基本的な参照ですね。価格を求める基本的な参照というのは、原取集ですね、語呂合わせ的には原価法、取引事例加工、収益還元法ですね、その基本的な参照適用過程を学んでいきます。とともにこの基本的な参照の考え方を活用した手法というのがありますよね。さら地の鑑定評価において適用していく手法なんですけど、類型独善手法、開発法ですね、開発法についても学んでいきます。つまり原価法、取引事例加工、収益還元法、開発法ですね、この演習対策テキストを使って適用過程を学んでいきます。あと、最終回ぐらいですかね、国土交通省が演習問題についてサンプル問題を公表しています。
試験団体であります国土交通省が、演習問題についてサンプル問題を公表しています。そのサンプル問題を使いまして、やっぱり演習の問題の読み込みに慣れるということですね。チェックすべきポイントを講義の中で指摘をしていきます。そういった流れでこの後ですね、全6回の講義編ですね、学習を進めていきます。では演習においては、これ電卓を使っていきますので、ちょっと電卓の選択のポイントだけお話をしていきます。演習対策テキストの表紙のところに掲載しておいたんですけど、はい、表紙の下の枠囲み注意書きのところを見てください。はい、演習対策テキストの表紙の下ですね、枠囲みのところを見てください。演習対策講座においては電卓を使用して講義を行っていきます。下記ポイントを備える電卓を各自用意してくださいということです。まだ今これ収録聞いている段階で電卓用意していない方は、これから指摘していきますポイントを備えた電卓をこれから買いに行っていただいて、電卓をお手元準備した上でこの後の講義ですね、受講するようにしてください。では選ぶべきポイントなんですが、まずは縦1、おおむね12桁まで計算できるもの、縦2、数字の表示が大きく見やすいものを選んでいただきたいということになってきます。まあ、だいたい、こういった、手のひらサイズの大きさのものを選んでいただければ、通常は、これ12桁ってことですね。12桁、通常は12桁になっています。数字も、大きく見やすいものになっているはずです。だいたい手のひらサイズのものを選んでいただくということになってきます。で、続いて縦3、最低限 GT 機能、メモリー機能がついているものを選ぶということになってきます。それは、電卓の表示として、ボタンの中にまずは GT 機能、GT というボタンがついているものです。電卓のボタンのどこかにこの GT というボタンがついているもの。あとはメモリー機能というのは、電卓のボタンとしてこの M プラスとか M マイナスとか、こういった M がついているボタンがあるものですね。それがメモリー機能です。GT というボタンと M プラスとかマイナスとか M がついているボタン、その2つが備わっているものを選んでほしいということになってきます。まあ、これも手のひらサイズのものを選んでいただければ、大体その2つの機能は備わっているはずです。はい、続いては。縦4ですね。ソーラーパワーだけでなく、電池も内蔵しているものを選ぶということになってきます。電卓裏めくると、まずこう電池が入れられるところありますよね。とともに、見えますかね、ここにソーラーパネルがあるのって分かりますかね。ソーラーパネル、このこれ、ね、ツインパワーって書いてますよね。電池とこのソーラーパネルですね、2つの電源があるというんですかね、パワーがある、そういったものを選んでいただきたいと。電池だけですと電池切れのリスクがありますし、あとはこのソーラーパワーだけですと、暗いところですと表示が薄くなったりとかね、動きが鈍くなったりしますので、両方備わっているものを選ぶということです。これも手のひらサイズのものを選んでいただければ、だいたい今はね、ツインパワーで両方備わっているものになっているはずです。はい、あとは、これ願書に掲載されているんですけど、縦5見てください。紙に記録する機能及びプログラム入力またはプログラム記録記憶機能のない計算機能のみのもの、関数電卓は不可でということになっています。まあ、高度な機能を持った電卓は使ってはダメなんだということになってきます。まあ、量販店に行きますと、電卓ずらーっと並んでますので、だいたい3000円から5000円ぐらいの電卓買っていただければ、これら要件備わっている電卓ということになってきます。一応講義では3つほど、このカシオ製の電卓と、私が昔から使っているカシオ製と、あとは、シャープ製ですね、シャープ製の電卓と、あとはもう一つ、キャノン製ですね。一応この3つのメーカーの電卓を使っていきます。メーカーによってボタンの位置だったり、ちょっと入力の仕方が若干変わってきます。量販店行くと、多分この3つのメーカーの電卓がずらーっと並んでると思います。なのでいずれかで、お手元はこの3つのメーカー何かある場合にはそれ使っていただいても構いません。この3つのメーカーのものを使ってこの後ですね、講義をしていきます。はい、では早速中身入っていきましょう。では1手法目ですね。ではお手元演習対策テキスト表紙めくっていただきまして、で、
橋垣があって本所の特徴があって、目次をずっと進んでいただくと、第1編取引事例確保と書かれている1ページ目ですね。そちらを開いてください。はい、表紙、橋垣本社の特徴、さらに目次を飛ばしていただいて、第1編取引事例確保というところを開いてください。はい、よろしいでしょうか。1手法目は取引事例確保について学んでいきます。はい、よろしいでしょうか。では、はじめにというところ、文章のところを見てください。はじめに。基準によれば、取引事例確保は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらにかかる取引価格に必要に応じて事情及び時点修正を行い、かつ地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考慮し、これによって対象不動産の資産価格を求める手法である。この手法による資産価格を基準価格というと規定されているとなっています。これも論文対策としてもこの定義重要ですよね。もうそろそろこの取引事例確保の定義基本ですので、パッパッと言えるようになっていただきたいんですが、適用過程としましては、取引事例確保、まず多数の取引事例を収集します。収集、その中から価格の指標となりうる適切な事例の選択を行います。選択ですね。で、選択した取引事例の取引価格に必要に応じて事情補正、時点修正を行い、かつ地域要因の比較、個別的要因比較ですね。要因比較を行って、で、それぞれの事例から求められた価格を比較考慮することによって結論としての基準価格を求めていく、そういった適用過程です。事例の収集、選択、事情補正、時点修正、要因比較を行っていきます。では、次の段落、第2段落見てください。試験では、あらかじめ取引事例が収集されているため、適切な事例の選択以降の作業を行うことになります。問題文で、あらかじめ取引事例がすでに収集されているのが通常です。試験では、あらかじめ取引事例確保が集められています。じゃあ、先ほどの平成29年度の本試験問題でこう確認しますと、平成29年度の本試験問題ですね。こちらのじゃあ18ページですかね。後ろ目のところにあります。はい、資料の一つとして、これ平成29年の本試験問題。資料5という形で、事例資料等の概要という形で、事例表ですね。表が示されています。で、上から見ていきますと、一番上が、地下工事法による標準値5の1。標準値、地下工事ですね。で、続いて、取引事例、い、ろ、は、に、ほという形で、5つの取引事例が表の形でこう並んでいるということです。あらかじめ5つの取引事例が問題文で収集されています。集められています。で、これ全てを採用するんじゃなくて、ここから価格の指標となりうる適正な適切な事例を選択していくというところから、皆さんの作業が始まっていくんだということになってきます。はい、で、また、1ページ戻っていただいて、演習対策セキスト1ページ戻ってください。はい、では、初めの最終段落見てください。最終2行見てください。試験において取引事例確保は更地に適用することが通常であるため、本編では基本である更地価格を求める場合について学習をしていきます。今までの演習問題で必ず適用が求められるのが、更地価格を取引事例価格を適用して求めるものです。取引事例価格を適用して更地価格を求める、これ今までの演習問題で必ず出題されています。なので、この基本であります更地について取引事例価格を適用していく適用過程ですね、これをしっかりとマスターしていきます。はい、では、2ページ進んでください。2ページ進んでください。はい、2ページ進んでください。はい、一番上、ローマ数字1、取引事例価格を適用のフローが示されています。今読んだ定義がナンバリングされてフローの形で示されています。で、ナンバリングされているもののうち、丸456というところを見てください。丸456、丸4、
取引事例の個別的要因の標準化補正、丸五、地域要因の比較、丸六、対象不動産の個別的要因の格差修正と示されています。これ何をやってるかというと、要因比較を行っています。まあ、地域要因、個別的要因の比較を行っているのが丸四、五、六です。要因比較のやり方が取引事例確保において2つのやり方が示されていたんですけど、覚えてますかね、どうでしょうか。取引事例確保において基準上、要因比較のやり方が2つですね、示されていました。それは直接的な要因比較の方法と、あとはそれぞれの地域において個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法ですね。この2つの要因比較のやり方が示されていました。で、この ⑤⑥⑥⑥ という形で示されているのは、これそれぞれの地域において個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法が示されているということになってきます。でもう少し詳しく3ページ移っていただいて、真ん中図のところを見てください。3ページ真ん中図のところを見てください。はい、こちらを使って確認していきます。同一受給圏内において、まずは右側、近隣地域内において、土地面積500平米の、まあ、更地の対象不動産が損しています。で、続いて同一受給圏内の左側、類似地域において、土地面積400平米の取引事例が損しています。取引された価格が示されていまして、まずは総額が1億トンで640万円ですね。で、この総額を面積400平米で割った単価が26万6千円と示されています。で、要因比較というのは、対象不動産と取引事例の要因比較、地域要因、個別的に比較を行って両者の違いを把握して格差を修正して、要は取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていくのが要因比較ということになってきます。ね、直接的な要因比較というのは、その名の通り、この取引事例と対象不動産を直接比較をして、地域要因、個別的要因の比較を行っていくやり方です。ただ直接比較を行ってしまうと、両者の価格の違いが、そもそも損する地域が違うからなのか、いやいやそれぞれの不動産の個性が違うからなのか、これ何が原因なのか判断が難しいということです。不動産というのは個性が強いので、直接比較をしてしまうと、両者の価格の違いが、それ地域が違うからなのか、いやいやそれぞれの個性が違うからなのか、何が原因なのか、なかなか把握がしづらいということです。なので、把握をしやすいように、それぞれの地域において、つまり対象不動産の損する近隣地域、事例不動産の損する類似地域、それぞれの地域において個別的要因が標準的な土地というものを設定して、それを介在させることによって要因比較の精度を高めていくのが間接的な要因比較の方法です。標準的な土地と対象不動産を比較すれば、対象不動産の個性が際立っていきます。さらには類似地域内の標準的な土地と取引事例を比較すれば、取引事例の個性が際立っていきます。個別的要因の把握がしやすいということです。さらにそれぞれの地域における標準的な土地同士を比較すれば、地域の違いですね、格差を把握しやすいということです。標準的な土地を介在することによって個性が際立ってきて、さらに地域の違いが把握しやすくなって、要は要因比較の精度が高まってくるのが、それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して間接的に要因比較を行う方法です。なので、図のすぐ下、地域要因及び個別的要因の比較は、通常それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法を用いるんだということです。実務においても演習においても、この間接的な要因比較の方法が、まあ、原則の通常なんだということになってきます。では、要因比較というのは、取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく作業になってきます。要因を比較して格差を修正して、取引事例の価格から対象不動産の価格を求めていく作業です。で、まずは取引事例と事例の損する
地域の標準的な土地同士を比べて、取引事例の個性をなくして、事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていきます。それを丸四、標準化補正と言います。取引事例と事例の損する類似地域内の標準的な土地同士を比べて、事例の個性をなくして、事例の損する類似地域内の標準的な土地の価格を求めていくのが丸四、標準化補正と言います。で、続いて、それぞれの地域の標準的な土地同士を比べる。要は、それぞれの地域の価格水準の表れですよね。標準的な土地の価格というのは。それぞれの地域の標準的な土地同士を比べて、類似地域の地域性をなくして、近隣地域の標準的な土地の価格、近隣地域の価格水準を把握していくのが、この丸五ですよね。地域要因の比較ということになってきます。で、最後に近隣地域の標準的な土地の価格に対して対象不動産の個性を反映させて対象不動産の価格を求めていく。それが丸六です。個別適用位の格差修正ということになってきます。標準的な土地を介在して段階を踏んで事例の価格から対象不動産の価格を求めていくのが間接的な要因比較の方法です。標準化補正、地域要因の比較、個別適用の格差修正という順で行っていきます。で、このことが示されていたのがもう一度2ページ、先ほどの丸四五六ということですね。丸四、取引事例の個別適用の標準化補正、丸五、地域要因の比較、丸六、対象不動産の個別適用の格差修正ということになってきます。では、この取引事例比較項の適用のフローですよね。特にこれ、丸2から丸8までの適用過程ですね。実際どのように計算していくかというと、計算式が下に示されています。はい、計算式見てください。フローのすぐ下の計算式見てください。基準値を100とした、基準値を100とした、計算式と略号が示されています。基準値を100とした計算値と計算式と略号が示されています。で、まずは式のところを見ていただいて、上のライン、ゴシック体で一文字ずつ、略号というものが示されています。左から「こと」「とき」「ひょう」「ち」「こ」「めん」と書かれています。これ略号ですね。それぞれの段階でどのような作業を行っているのか、その意味を表している略号がこのゴシック体のそれぞれの1文字です。下の枠のところを見てください。下の枠、ことというのが事情補正ということです。時というのが時点修正のことです。表というのが取引事例の個別適用の標準化補正のこと。地というのが地域要因の比較。個というのが対象不動産の個別適用の格差修正で、面というのが面積の反映のことを表しています。で、式の中で、あらかじめ100が入っているところがありますよね。式の中であらかじめ100が入っているところがあります。100ですね。これは所有のものです。基本所有のもので、これ計算は不要というところです。あらかじめ100が入っているところというのは、これ所有のもので計算不要ということです。式にこの100を入れればこと足りるんだということです。計算は特にする必要ないというところになってきます。要は、この文章が書かれているところありますよね。この部分に問題文から必要な数値を選び出して、で、こう代入して計算をしていくということになってきます。例えば、左ことのところの分母のところで、取引事例の取引事情に係る補正率を問題文から探し出して、この分母のところに数値を代入していくんだということになってきます。で、ざっくりと言うと、これどんな数字を入れていくかと言いますと、ざっくり言いますと、この式の下のラインですね。分母には何が入るかというと、分母にはこれ省略形で取引事例に関わる数値が入っていきます。下のライン、分母には取引事例に関わる数値を代入していくんだってイメージです。事例資料ですよね。要は資料の数値です。ここで言うと取引事例の数値を入れていくのが分母ラインです。分母の方です。分母には取引事例に関わる数値、事例資料の数値を入れていきます。
一方、分子ですね。上のラインには何を入れていくかというと、省略形で、これは対象不動産の数値を入れていきます。求めるべき対象不動産の数値を入れていくのが上のライン、分子なんだということになってきます。ざっくりとイメージとしては、この式に代入する数値というのは、分母には事例資料、要は取引事例の数値を、分子には求めるべき対象不動産の数値を代入していくんだ、そんなイメージをまずはですね、大枠でしっかりとつかむようにしてください。はい、じゃあちょっと一旦ここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきます。ではテキスト2ページ、先ほど確認したこの計算式ありますよね。じゃあこちらの適用過程を具体的な数字を使ってもう少し詳しく確認していきます。はい、3ページ上見てください。3ページ移って上見てください。この計算例って書かれているところ見てください。タイトルの脇、枠に資料に基づく数値を入れて計算をしていきます。こう枠になっているところに数値を入れて計算をしていきます。で、式こう丸1から丸8というかナンバリングされてますよね。このナンバリングはこの2ページのフローのナンバリングに対応しています。で、それぞれの適用過程ナンバリングごとに3ページ下、留意点が示されています。この留意点を踏まえてそれぞれについて代入すべき数値を確認していきます。はい、でまずはトップバッターですね。もう一度上の式見てください。まずはスタート時点の取引事例の取引価格です。取引価格、どんなものを使うべきなのかってことです。はい、下の留意点の1のところを見てください。下留意点1見てください。1、通常単価による基準であるので、最後に対象不動産の面積を乗じる必要があります。使うべき取引価格は総額ではなくて、総額を面積で割った単価を使っていくのが通常なんだということです。単価基準です。ただ求めるべき価格は総額として求めていくのが通常なので、最後面積を乗じるかける必要があります。もう一度2ページ下の式のところを見てください。2ページの下の式のところを見てください。で、一番左端スタート時点見てください。2ページ下の式のところで一番左端、スタート時点は取引事例における土地価格、括弧晒しとしての価格、単価ってなってますよね。単価基準が通常です。ただ結論としての価格は、この一番右端、取引事例から批准した価格、総額ってなってますよね。結論は総額として求めていきます。なので最後左隣、面って書いてありますね。これ面積をかけていく必要があります。で、かけるべき面積は、これ結論としての総額は対象不動産としての総額を求めていきますので、かけるべき面積はこれ対象不動産の面積を乗じていきます。なので3ページですね、留意点1、かけるべき面積、最後にかけるべき面積はこれ対象不動産の面積をかけていきます。なのですぐ上図のところを見てください。まず使うべき取引価格は、この図ですと総額と単価が与えられてるんですけど、使うべき取引価格はこの単価の26万6000円を使って批准をしていくんだということになってきます。なのでこの26万6000円を引っ張ってきまして、上の計算例、それをスタート時点として計算を行っていきます。使うべき取引価格は単価を使っていきます。単価基準です。では続いて事情補正です。こと事情補正です。で、事情補正についてはこの後詳しくやっていきますので、ここでは、数値としてこう120という数値が与えられていて、それを分母に代入したという形で処理をしていきます。この後詳しくやっていきますので、ここでは、数字としてこう120というのが与えられていて、それを分母に代入して処理をしたんだということで確認していきます。この後詳しくやっていきます。では続いて時点修正、時点のズレを修正していきます。はい、下の留意点の丸3のところを見てください。丸3見てください。丸3、
取引時点を100とした取引事例ごとの時点修正率をチェックしていきます。時点修正率というものを代入していきます。時点修正率というのは取引時点を100とした場合の価格時点の指数が時点修正率という形で示されています。取引時点を100とした場合の価格時点の時点修正率、価格時点の指数が時点修正率という形で示されています。では仮にここでは一番上の式のところを見ていただいて、じゃあ 101.2 という形で時点修正率が与えられているとしましょう。取引時点を100とした場合に価格時点の指数が時点修正率という形で 101.2 と与えられました。要はこれ、取引時点から価格時点までの間に価格が 1.2% 上昇したんだって数値です。 101.2 というのは取引時点を100とした場合の価格時点の指数なので、取引時点から価格時点までの間に価格水準が 1.2% 上昇したんだって意味です。で、これ入れるべき数値は取引時点のものじゃなくて価格時点、要は対象不動産に関わる数値です。取引事例の取引時点じゃなくて価格時点、対象不動産の価格時点の指数を入れてきますので、対象不動産に関わる数値は先ほどざっくりとこれ分子の方に代入するということですね。なので分子に 101.2 を代入していくんだということになってきます。これ対象不動産に関わる数値です。価格時点の指数なので対象不動産に関わる数値は分子に代入して処理をしていくんだということになってきます。では続いて ④、 標準化補正です。事例の個性をなくして事例の損する地域の標準的な土地の価格を求めていきます。でチェックすべきことからは下の留意点 ④ のところを見てください。 ④、 取引事例の個別的要因にかかる評点をチェックしていきます。事例の個性をなくしていくって処理なので、取引事例の個別的要因にかかる評点をチェックしていきます。で上の図を見ていただきまして、類似地域内の標準的な土地の評価の点数、それ評点というんですけど、評価の点数、評点が100と与えられていたとしましょう。類似地域内の標準的な土地の評価の点数、評点が100と与えられていたとしましょう。それに対して取引事例の評点、評価の点数が98と与えられていました。標準的な土地と比べて取引事例、事例不動産は前面道路の道幅幅員が狭くてマイナス 2% の減価が発生していて、評価の点数、評点が98と与えられていました。でこの場合において類似地域の標準的な土地の価格からこの取引事例の価格を求めるためには、計算としてはどのような計算を行っていけばよいでしょうか。標準的な土地の評点が100、取引事例の評点が98と与えられていて、この標準的な土地の価格から取引事例の価格を求める場合には、計算としてはこれ大丈夫ですかね、これかける0.98をすればいいというのは分かりますよね。標準的な土地から取引事例の価格を求めるためには評点が100と98と与えられてますので、これかける0.98をすれば求められます。ということは逆に取引事例の価格からこの標準的な土地の価格を求める場合には、計算としてはどのように行っていけばいいんでしょうか。かける 0.98 の逆の計算をすればいいということですね。つまりはこれ割る 0.98 を行えば取引事例の価格から標準的な土地の価格が求められます。で、鑑定理論においては割り算は扱いづらいので掛け算に変換していきます。で、それを分数表示にしたものが、はい、上の式のところを見てください。この ④、かける98分の100です。これ、割る 0.98 をしてるんだってことです。割り算を掛け算の形にして分数表示にしてる。かける98分の100。要はこれ割る 0.98 を行っている処理です。で、入れるべき数値はもう一度マリオンのところ。入れるべき数値は
取引事例の個別適用にかかる評点ですね。で、取引事例に関わる数値は、分母の方に代入するということですね。なので、3ページ目計算式。分母に98を代入するんだということになってきます。取引事例の個別適用に関わる評点98。取引事例に関わる数値なので、分母に98を代入していきます。では続いて、丸5、地域要因の比較です。事例の損する類似地域の地域性をなくして、近隣地域の標準的な土地の価格を求めていきます。はい、下の留意点の丸5見てください。下留意点丸5見てください。丸5、取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点をチェックしていきます。チェックすべきものは、取引事例の損する地域の地域要因にかかる評点ということになってきます。で、また図を見ていただきまして、では、近隣地域の評価の点数、評点が100と与えられていたとしましょう。近隣地域の価格水準を表す評価の点数が100と与えられていました。それに対して、類似地域の評価の点数、評点が115と与えられていました。まあ、近隣地域からすると、類似地域の方が、例えば駅に近くて、プラス15%の増加が発生している、つまり115ということになってきます。この場合において、近隣地域の価格水準から類似地域の価格水準を把握するためには、計算としてはどのように行っていけばいいかというと、それはかける1.15を行えばいいということですね。ということは、逆に類似地域の価格水準から近隣地域の価格水準を把握するためには、つまり類似地域の標準的な土地の価格から近隣地域の標準的な土地の価格を求める場合には、計算としてはこれ割る1.15を行えばいいということね。割る1.15で、割り算は扱いづらいので、掛け算にして分数表示にしたものが、はい、上の式のところを見てください。この丸5かける115分の100です。これ大丈夫ですかね。割る1.15を行ってるってことです。それを掛け算にして分数表示にしたものがかける115分の100です。で、入れるべき数値は、もう一度留意点丸5、取引事例の数値です。取引事例に損する地域の地域用にかかる評点、取引事例に関わる数値は分母に代入するということですね。なので、分母に取引事例の損する地域の地域用にかかる評点であります115を分母に代入して処理をしていくんだということになってきます。分母補正です。で、この地域要因の比較について注意点がありまして、はい、下の留意点の丸5、続きの文章を見てください。留意点丸5、1行目後半から見てください。取引事例が近隣地域に損する場合には、地域要因の比較は不要となる、ブランク番を代入する、記入するんだということになってきます。要は、図のところを見ていただいて、取引事例が対象不動産と同じ近隣地域内で損する場合もありえますよね。取引事例が対象不動産と同じ近隣地域内で損する場合もあります。これ、地域要因を共通にしていますので、地域要因の比較は不要ということです。で、その不要という理解を式で示すために、上の式、この地域要因の比較のところの分母に、これブランクバーを入れて計算していくんだってことです。地域要因の比較は不要なんですよって理解を示すために、この115の代わりにブランクですね、バーを入れて処理をしていく必要があるんだということになってきます。では、続いて丸6、個別的要因の格差修正です。対象不動産の個性を反映させるということです。なので、チェックすべきものは、下の留意点の丸6見てください。下留意点丸6見てください。丸6、対象不動産の個別適用にかかる評点をチェックしていきます。対象不動産の個別適用にかかる評点、入れるべきものは、対象不動産の個別適用にかかる評点ということになってきます。で、また図のところを見ていただいて、近隣地域の標準的な土地の評価の点数、評点がやっぱ100と与えられていたとしましょう。近隣地域の標準的な土地の評点が100と与えられていたとしましょう。それに対して、対象不動産の評価の点数、評点が102と与えられていたとします。
標準的な土地と比べると、例えば対象不動産過渡地でプラス 2% の増加が発生していて、102と評点が与えられていました。では標準的な土地の価格から対象不動産の価格を求めるためには、計算としてはどのように行っていけばいいんでしょうか。標準的な土地の評点が100、対象不動産の評点が102と与えられていて、標準的な土地の価格から対象不動産の価格を求める場合です。それはかける1.02 を行っていくってことですね。かける 1.0、 これ分かりますよね。かける 1.02 で、これを分数表示にしたものが、はい、上の式のところ丸6ですね。かける100分の102です。これかける1.02 を行ってるってことです。かける 1.02 を分数表示にしたものがかける100分の102ということです。で、入れるべき数値は大丈夫ですかね。これもう一度表、丸6の留意点、対象不動産の個別適用に関わる評定です。対象不動産に関わる数値は2ページ分子に代入するということですね。なのでこの102という評点を分子に代入していきます。分子補正ということになってきます。分子補正です。で、スタート時点丸1、これ単価からスタートしていて、ただ結論としての価格は総額なので、最後面積をかける。ただかけるべき面積は何かというと、先ほど確認した留意点の丸1ですね。対象不動産の面積をかけていくということなので、この図のところで間違っても取引事例の400平米をかけるんじゃなくて、この対象不動産のこの500平米ですね、500平米を持ってきまして、最後面積をかけていきます。対象不動産の面積を代入していきます。で、あとは電卓を追って計算をしていくということになってきます。で、これ電卓の計算としましては、分子の方は要は掛け算していくってことですよね。で、分母の方は要は割り算していくってことです。例えば事情補正ですと266000に ×100÷120 みたいな形で計算していくってことです。ただもう少しこれ効率的に電卓打っていきます。はい、下の効率的な電卓の使用法というところを見てください。評点と100で除した数値を入力することで処理を簡便化していきます。どういったことかと言いますと、じゃあちょっと上の数値を使って、事情補正のところを見てください。これ分母分子を100で割っていきます。分子分母それぞれ100で割ります。そうすると分子これ100で割ると1になりますよね。だから計算不要になります。要は事情補正については分母の120を100で割った、これ1.2 で割り算していけばいいってことね。割る1.2 を電卓で入力すればいいんだということになってきます。分母分子100で割って、で、分子はこれ100であると1になって計算不要になりますので、分母の120を100で割った 1.2、 分母なんでこう割り算して割る 1.2 を電卓でしょうね、打っていけばいいんだということです。あとは例えば丸6見てください。個別適用因の格差修正です。やはり同じように分母分子をこう100で割りますと、100で割りますと今度は分母の方がこれ1になって計算不要になりますので、要は分子102を100で割った 1.02、 分子なんでこれかける1.02を入力すればこれこと足りるんだということになってきます。そういったこれ処理を行っていきます。では電卓打っていきましょう。はい、お手元で電卓用意してみてください。テキスト見ながら電卓をね打っていきます。はい、電卓準備してください。電卓打っていきます。はい、よろしいでしょうか。電卓打っていきます。まずは単価スタートです。では266000、266000入力してください。266000入力してください。で、事情補正です。分母に120がありますので、120を100で割った 1.2 分母なんで割り算していきます。はい、割る 1.2 入力してください。割る 1.2 です。続いて時点修正です、分子に 101.2 がありますので、 101.2 を100で割った 1.012、 分子なので掛け算していきます。掛ける 1.012 です。
はい、入力してください。かける1.012です。かける1.012で、続いて4標準構成、分母に98がありますので、98を100で割った0.98、分母なので割り算していきます。割る0.98で、ここでちょっと入力の際の注意点がありまして、テキスト、割る0.98のこの0ですよね。入力する際は0は入力不要で、0.98と入力すれば、これ勝手に表示されます。0は入力する必要がないということです。はい、もう一度電卓用意していただいて、はい、続きですね。で、このあと割る0.98なんですけど、割る0.98と入力します。勝手にこれ0.98ってありますよね。割る0.98であれば、勝手に0.98とこれ表示されるようになっています。0は入力不要ということになっていきます。では続いて、丸5地域要因の比較です。分母に115があります。115を100で割った1.15分母なので、これ割り算していきます。割る1.15です。で、続いて割る1.15を入力してください。割る1.15ということになります。割る1.15ということになっていきます。で、今度は丸6、個別適用の格差修正です。分子に102がありますので、102を100で割った1.02分子なので、掛け算かける1.02です。じゃあ入力してください。かける1.02ということになります。で、最後、面積ですね。対象不動産の面積、500平米をかけていきます。かける500で、イコールをしてみてください。そうすると101514285みたいな形で計算結果出ていないですかね。で、ここで最後の結論なんですけど、電卓そのまましていただいて、テキスト3ページの一番下、留意点の丸8のところを見てください。留意点の丸8のところを見てください。丸8、総額は通常上位4桁目を下五入して、上位3桁を有効数字として求めていくんだということになってきます。通常、結論としての総額は、上位3桁を有効数字として結論を求めていきます。つまりは、今電卓で表示されているのが、この101514285ということですね。なので、上位4桁目5を下五入して、結論としては1億飛んで200万円という形で結論が求められる。それが示されているのが、はい、3ページ式の一番上ですね。一番右端、1億飛んで200万円と上3桁有効数字で示されています。で、四捨五入した時に使うべき記号がありまして、それがこのイコールの上下で点々がついて、こうニアリーイコールなんて言ったりするんですけど、これ、四捨五入した時に使う記号だと理解してください。四捨五入した時に使う記号ということになってきます。はい、大丈夫ですかね。電卓、初めはね、なかなかどこに何を入れるか難しいと思うんですが、要は慣れです。どこに何入れるかを繰り返しやっていくとも慣れていきますね。最終的にはこう考えずにどんどん入れられるようになりますので、少しずつ慣れていただいて、どこに何を入れるかですね、こうしっかりと理解をしていくようにしてください。はい、ではそれぞれの適用過程ですね、もう少し詳しく確認をしていきます。では、まずは事例の選択からですね、4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。事例というのは何でもかんでも選択できるわけじゃなくて、一定の要件が必要になってきます。それが2行目、縦位置、事例選択、これ4要件ということになってきます。では本文、基準は取引事例は原則として、近隣地域または同一自給圏内の類似地域に存する不動産にかかるものの力選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産にかかるものの力、対象不動産の最有効仕様が標準的仕様と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産にかかるものの力選択するものとする。ご宿題飛ばして、他次の要件の全部を備えなければならない。1、取引事情が正常なものと認められるものであることを、または正常なものに補正することができるものであること。2、時点修正をすることが可能なものであること。3、地域要因の比較及び個別適用の比較が可能なものであることとなっています。
事例選択4要キーワードで言うならばゴシック体のところですね。1要件目が価格権限性もしくは場所的同一性、さらには2要件目事情の正常性、正常補正可能性、さらに時点修正可能性、要因比較可能性ということになってきます。1要件目というのはズバリこうライバルとなる不動産を選びなさい、そういった要件論です。でこれ1要件目というのがこう場合がまず大きく2つに分かれていきますよね。1要件目というのは場合が大きく2つに、まあ、通常の場合とそうでない場合です。要は最優公所が標準的と一致する場合と異なる場合ということでまず大きく分かれてきます。で異なる場合に選ぶべき事例というのが、同一時給圏内のこう代替競争不動産ということになってきます。ただ今までの演習において最優公所が標準的と異なる場合というのは、出題されたことがありません。じゃあ通常の場合ですね、最優公所が標準的と一致する場合、さらにこう原則例外論みたいなのが分かれてきますよね。原則の場合とあと必要やむを得ない場合ですね。必要やむを得ない場合に選ぶべき事例が近隣地域の周辺の地域に存する不動産なんですけど、やはり今までの演習問題で必要やむを得ない場合を問題として設定されたことはないんですね。つまり通常演習において1要件目というのは近隣地域または同一受給圏内の類似地域に存する不動産から選びなさいというのが、まあ、事実上の1要件目ということになってきます。今までの演習においては同一受給圏内の代替競争不動産とか近隣地域の周辺の地域に存する不動産選ばせるような問題出たことありませんので、事実上1要件目というのは要は近隣地域または同一受給圏内の類似地域に存する不動産を選べなさいというのが1要件目ということになってきます。で残りの3要件というのは要は事例を選択した場合にはその後の作業としては事情性、時点修正、要因比較というのが必要になってきますので、それが無駄にならないように事例選択の場面で、事情性、可能性、時点修正、可能性、要因比較、可能性、満たすものを選べなさい、そういったこれ要件論ということになってきます。今さら地について取引事例比較を適用していく、そういった適用過程を学んでるんですけど、さら地について取引事例比較を適用する際のこう事例の選択場面において取引事例の収集範囲を広げるために適用できる方法があるんですけど、それは何法と言いましたでしょうか。さら地について取引事例比較を適用する際のその事例の選択場面において取引事例の収集範囲を広げるために適用する方法ですね。それは縦にこれ配分法と言います。配分法です。で本文、さら地価格を求める場合の取引事例比較法では複合不動産の取引事例について配分法を適用することがあるんだということです。第2段落、基準は取引事例が対象不動産と同類型の不動産の部分を内包して複合的に構成されている異類型の不動産にかかる場合においては、当該取引事例の取引価格から対象不動産と同類型の不動産以外の部分の価格が取引価格等により判明しているときはその価格を控除し、または当該取引事例について各構成部分の価格の割合が取引価格、新規投資等により判明しているときは当該事例の取引価格に対象不動産と同類型の不動産の部分にかかる構成割合を乗じて対象不動産類型にかかる事例資料を求めるものとする、この方法を配分法というと規定されています。配分法というのは大きく2つの方法が示されてまして、このまたはってところから分かれてくるんですけど、下から5行目ぐらいですね。または、前半がこれいわゆる控除法と言います。いわゆる控除法、更地について適用する場合には相手方の建物価格を、ね、総額から控除することによって更地価格事例資料を求めていくのがいわゆる控除法で、後段がこれいわゆる割合法と呼ばれるものです。更地について適用していく場合には総額に更地価格の割合をかけることによって更地価格更地の事例資料を求めていきます。で一応2つの方法があるんですが、5ページ上、演習問題においては前段のいわゆる控除法を適用させるのが通常となっています。まあ、実務においても演習においても、まあ、通常は控除法です。なかなか割合法というのは適用が、ね、難しい困難ということになってきます。2行目、さら地の事例資料を配分法いわゆる控除法を適用して求めることができる場合とはという形で、以下要件論として3要件が示されています。さら地について配分法いわゆる控除法を適用する際に備えなければならない3要件というのが示されています。まずは括弧1見てください。括弧1、
事例不動産が更地部分を内包している複合不動産、事業の建物部その敷地または貸し屋部その敷地であることとなっています。更地というのは評価対象はこれ所有権です。なので複合不動産、これ敷地利用権が所有権でなければならないということ。敷地利用権が所有権の場合、つまりこれ更地部分を内包していると言えますので配分法を適用することができます。なので例えば借地権付き建物、敷地利用権がそれ借地権ですので、それ更地部分を内包していないものですので配分法を適用することができないということです。つまり具体的な類型としましては、更地部分を内包している複合不動産というのは要は地建てかまたは貸し屋敷ということです。敷地利用権が所有権であります地建てか貸し屋敷であることがまず1要件目必要ということになってきます。続いて2要件目、取引価格の内訳が判明していること、または建物価格を求めるための資料が与えられていることです。一体としての総額のみならず、土地建物価格内訳がしっかり示されている、もしくは内訳が示されていない場合には、後ろ括弧建物価格を求めるため、控除すべき建物価格を求めるための資料が与えられていること、これが2要件目です。内訳が示されている、もしくは建物価格を求めるための資料が与えられている、これが2要件目ということになってきます。で3要件目、これ更地特有の要件論です。敷地が最有効使用の状態にあることです。更地常に最有効使用が可能なので、配分法を適用する際の複合不動産は敷地が最有効使用の状態でなければならないんだということになってきます。この3要件すべて満たして配分法を適用することができるということになってきますで下、建さん不採用事例というところを見てください。建さん不採用事例というところを見てください。本試験では事例の選択要件に照らして不採用とすべき事例があれば、その事例番号及び不採用とすべき理由を述べることが求められる場合があります。要は事例選択の場面でどの事例を選択したかというよりも、どの事例を選択しなかったのか理由とともに回答に記述することが求められる場合があるんだということになってきます。要はこの事例選択4要件のいずれを満たさないのか、もしくは複合不動産の場合にはこの配分法を適用するための3要件のいずれを満たさないのか、それを回答用紙に記述をしていくことが求められる場合があるんだということになってきます。はい、じゃあ具体的に見ていく前に一旦じゃあここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。